箱から2日に1回は金髪ボーン知れやす。はい、今日はビジュアルで珍しいトリックです。お楽しみください。実演1枚カードをお選びください。このカードでは皆様でね、よく見て覚えてください。結構忘れる人いるんでね、お気をつけください。このカード中ほどにしまっていきます。1枚だけね、使うカードがございます。このカード、スペードの8、スペードの8をね、この箱の中にしまっていきます。間違いないですね、これ入ってますね。間違いないですね、見えますかね。しまっちゃいます。これ半分ぐらい持ち上げてもらっていいですか。グッドです。この状態でワン、ツー、アドゥーってやると1枚のカードが挟まれてるのが分かりますでしょうか。これがなんと今箱に入れたスペードの8。ちなみに選んだカード何でした。スペードの3。フッってやると箱の中のカードがあなたの選んだスペードの3です。はい、では解説していきます。まずやり方を解説して、後ほど演出について少し解説していきます。このようなケースのあるトランプを用意してください。開いてる状態でも閉じてる状態でもいいので置いておきます。そしたらカードを1枚選んでもらいます。選んでもらったらお好きな方法でトップ一番上にコントロールします。実演でやった方法は下の動画をご覧ください。一番上にコントロールしたら1枚使うカードがありますと言ってダブルリフトします。ダブルリフトは2枚めくることです。さらにダブルリフトしてこのカードをケースにしまいますと言ってケースを左手に近づけますが、その際に左手の一番上のカードをこのようにずらしてブレイクを保ちます。そしてこのように置いて箱の中に今のカードしまっていきますってこうしまっていきます。実際にしまってるのはお客様のカードです。完全にしまったらブレイクの上のカードをケースの下にこのように一緒に持っていきます。以前に解説したティルトポジションでの方法でも構いません。詳しい動画は下をご覧ください。ケースの下に1枚のカードがある状態でこのようにキープしてデック全体をひっくり返します。半分ほど持ち上げてと言ってもいいですし、自分で持ち上げても構いません。このような状態にします。そしてこの状態でお客様に手を出してもらい、このままデコピンすると1枚のカードがこのように出現するというものです。そしてこの裏向きに出現したカードがなんと今箱の中に入れたカード、そして箱の中のカードはなんとお客様のカードというものです。デコピンするときはね、勢いよくデコピンしてあげた方が綺麗に出現します。そしてこのマジックで一番難しいのは演出なんですが、箱から貫通したカードが出てきます。そしてなぜ箱の中にお客様のカードが入るかっていうのは考えれば考えるほど意味不明ですので、基本的には何も考えずにこのままやればかなり受けますが、ただお客様のカードとこのカードが入れ替わった現象なのか、このカードが箱から貫通してお客様のカードが箱に入る現象なのか、そうすると最初に箱の中に入れたカードは何だったのかと考えれば考えるほどわけのわからないことになってきます。普通に演技すれば十分受けるものではあるんですが、演出をね考えていくのもマジックの楽しさの一つですので、ぜひ自分なりの演出作ってみてください。はい、今日のマジックいかがだったでしょうか。全く同じマジックでもセリフを変えたり増やすだけで全く別のマジックに見えます。そのあたりを考えながら練習するとより高みを目指せるかと思います。というわけでまた明日お会いしましょう。バイバイ。